月一ゲストレッスン。はい、皆さんこんにちは、高橋としみです。そして今回も須藤プロと、そして棚井原プロに来ていただいております。はい、棚井原プロに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、寒いですね。はい、寒いですね。はい、寒いですね。鼻水出ます。はい、鼻水出ますね。前回はですね、ドライバーアイアンとやっていただきまして、今回はアプローチやっていきたいと思います。はい、やっぱりね、谷原プロといえばね、アプローチお上手ですよね。知ってるんですか？はい、やっぱなんかあのショートゲームが、はい、やっぱりパターとアプローチはあのやっぱ皆さん知ってると思います。ああ、知ってるんだ。知ってますよ。意外となんか知られてないのか。いや、そんなことないです。そんなことない。知ってますよ。なのでなんかそれをいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、ちなみにアプローチは今何を持ってますか？今は3度、はい、59度。59度、はい、何本入ってますかね、アプローチ？59、はい、55度、はい、49度。あ、で、ピッチング。ピッチング、うん、結構3つって入ってるんですね。その入ってますね、最近多いですね。はい、クラブの進化とともに、はい、やっぱりショートゲームをする回数の方が多いってことで、うん、ウェッジたくさん入れてる選手は多いですね。うん、そうなんですね。じゃあ早速今回はちょっとスローではなくてね、はい、実際に何球か打っていただきたいなと思います。うん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。難しいですよね。うん、意識してるところってそのボールなんだよね。これで全部変わるんですよ。でもアプローチはやっぱりね、なんかアマチュアからするとキュキュって止めてるのがかっこよくないですか？うん、よろしくお願いします。止めるアプローチで。そうですね、はい、最初に、はいはい、頑張って止めます。お願いします。おお、わあ、全然ダメだこれ。めちゃくちゃポップコーンした。あ、多分、はい、違うんですよ。練習場のボールだから、うん、食いつかないんですよこれ。うわー、球が全然上がっちゃう。抜けちゃいますね。スピンが入りません、これ。多分もうちょい低く出せば止まると思う。逆に。あ、そうなんですね。このぐらいの方が多分キュキュって。あ、おお。ボールによっても違うんですよ、これ。ありますね。これは感覚でしかないです。多分こう開いてるんですけど、多分スローで見てもらったらここで立ててるんですよ。ちょっと立ててるんですよ。ロフトこういう風にちょっと立てて当ててるんですよ。最初スロー取らないって言ったんですよ。先ほど谷原プロがおっしゃっていました、この、はい、アプローチする時のフェースの形、ちょっとスローを取ってみましたので、はい、これを見ていきたいと思います。構えた時にちょっとアップにしますね。結構開いてるんですよ。このぐらいしっかりと開いてますね。はい、うん、これをスローで実際にインパクトする瞬間はこのぐらい。あー、うん、本当だ、このぐらいになってるという、うん、立ててるんです。でもそれでも低く出て、キュキュッと止まるってことですか？はい、スピンをかけて、うん、はい、なんていうか、まあ、うん、シャローに入れば入るほどこれが低く、うん、低くこう長く来た方がスピンって入りやすいんで、うん、上からこうだからスピンがかかるっていうのとはまた違って、うんうん、あのタイとかの選手はうまいんですけど、こうやってチャンって打ってチュチュッっていうスピンとか、 あれ入れ方めちゃくちゃ難しいんで、はい、まあ、こうやって何も使わない方がスピンはめちゃくちゃ入る。これは谷原プロのチャンネルで川村正弘プロやってました。はい、あ、やってた。こうやって体重チョップっつってこれじゃあちなみに、うん、この上げて止めに行くときはいつもこのフェースは開いて構えてから、うん、閉じることはないですね、まず。あ、そうなんですね。止めに行くときで
またこれは普通のノーマルのアプローチだとちょっと構え方のフェースの向きっていうのは変わるんですか、うん、それともあ全然もう普通にポン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 って転がるのは全然違います、はい、違います。それは普通に構えます。その都度違うってことですか、うん、全部違います。全部違うんですか、はい、シチュエーションで全部変えます。なんか先ほど須藤プロも、はい、アプローチや質問いっぱいあるっておっしゃってたんですけど、いやそうですね、はい、本当アプローチって、はい、本当10センチ場所が変わるだけで、うん、もう同じようなロケーションでも変わったりするじゃないですか、うんうん、変わる変わる、うんうん、ちなみにその薄芝の時の、はい、これ対策みたいなやつって、うん、なんかこうあったりするんですか。対策は、はい、いやでももう常にシャローでしか考えてない。上からもう行かない。あそうなんですね、うん、なんかこう一見こうライが悪いと、うん、ちょっとこう上からバチンと潰してあげちゃった方が確実にこうボールに当たるから、うん、なんかこうちゃっくりみたいな大きなミスしないんじゃないかっていう感じは、うんうんうん、まあ本当にちょっと下が濡れてて、はい、ちょっと気持ち悪いなぐらいしか使わなくて、はい、あとはもう綺麗にこうもうパターのように。そうなんですね、できるだけこのまあボールに対して入ってくる高さはそうね変えない落差がで、まあ、大体常にこのシャフトの1本目、2本目、はい、3本目までかな、はい、を当てるイメージ、ボールに、そこを、そこしか考えてない。このくらいですよ。いや、この3本狙えないです。この下の3本を意識して、はい、そこで拾ってあげる。まあ言えば、はい、ここにボールがあったらここの、うん、1、2、3本ぐらいまでに置いてるとして、うん、コンタクトが入っていけば、はい、ミスがない。逆にラフ、はい、もうちょっとなんか逆目のラフとか、はいはい、難しい時は、はい、この逆に上に当てる意識。上に当てる意識。そう、あへえ、ちょっと浮いてる。上にそうこの辺にこう乗っけていくたら距離がこれは合いやすい。こう手前からズブズブズブって入っていって逆目だからこういう芝でしょ、はい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 、まあこういう芝向きがた時にこう下は入っていくんだけどこの上に当てる意識、うん、でもそれを逆目で下で当てるとうまくいかない。ああそうなんですね。この下3本を使ってうまく当てようとすると1回もうまくいったことなくて、逆に上を当てる意識にするとめちゃくちゃ寄る。あー言っちゃったよ。知らなかった。いや知らなかったです、はい、僕もなんか遠側ヒール側は意識したことあります、うん、そうですよね、はい、上に当てると逆に距離が出ないってことはないですか。うーんでも、はい、そこまで変わらないかな。ちょっと飛ばないぐらいで、うん、でも逆目だしどっちみち、ね、逆目はもう飛ばないんで、うん、なるべく大きく上げちゃうから、うん、その分で上に当てる、うんはいはい、うん、そこまで考えて一応やってるんですよ。さすがです。はい、さすがです。すいません。私ですか。いや難しいですね。ちょっとやりたいですね。はい、あでも逆にできるかも。本当ですか。私でもちょっとバウンス広めですけどできますか。僕も広いんですけど、まあ、削りが違うんで、そうなんですよね、バウンスないんで僕のは、はい、どんだけでも開けるっていうか、うん、ここまでいけちゃうんで。開くとちょっと浮いちゃうんですけど、はあ、それ難しいですね。都市民のクラブじゃ僕できません多分。まだ見てないじゃないですか。はい、今の多分やっぱ憧れるんですよね。これはちょっとアマチュアの夢なので、私はちょっと代表で体験したいと思います。分かりました。はい、よろしくお願いします。3狭すぎない。はい、30だとこのぐらいです。いや広げようよ、もうちょっと、もうちょっと。おうまい。うまいな。俺よりうまいやん。いや、そうだ。やめろや、そういうの。バンカー用です。いやでも、はい、でも意外とこうやって横から見てもらったら分かるんですけど、うん、結構高重心なんですよ。はい、上に重心持ってきてるんで、はい、やっぱりスピン入りやすいです。あ、本当ですか。重心が上にあればあるほど、はい、スピンって入りやすくなるんですよ。そうなんですね。下にあればあるほど球って浮きやすくなるでしょ、はい、あ
だから上に持ってくることによって、はい、こう押さえるというか、ただスピンがウェッジは入りやすい、入りやすくなってるんですね、うん、だからいつもショートしてるかもしれないですね。だからこんな止まんのか。ありがとう、クラブのおかげです。なんかいいの持ってんなと思ったら、いい止まるクラブです。水野さんのおかげです、ありがとうございます。あ、でも、はい、ただスタンスが狭いから球を上げるっていう雰囲気ではないよね、はい、はい、うん、やっぱり球上げたいんだったらこういうやっぱりちょっと重心を落としてとか、はいはい、で開いてとか、はい、こうやるけど、普通にノーマルで狭くてちょんだから、はい、やっぱりもう中段道で、はい、まあ、ワンバウンド、ツーバウンド、スリーバウンドたらみたいな打ち方、はい、でだから砲台になると、うん、もう常にワンクッションかまさないと。そうなんですよ。でワンクッションで止まっちゃうんですよ。だからそこが問題で、はい、上げる打ち方をしないと、はい、それでボールを、はい、もう、まあ、真ん中やや右、うん、はい、それで30ヤードにアプローチ。30ヤード、はい、そう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 、うん、そう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 、うんうん、いい、うん、本当ですか。しっかりじゃ構えた方がいいですね。それで多分飛ばないから、はい、もうちょっと振ってもいいかなっていう、もうちょっと振ってもスタンス広くした分、はい、はい、いや、うまい、あ、うまい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 、完璧、十分。このフィニッシュ合ってますか。全然合ってる。いつもあのこうしてたので、うん、あ、だからスタンス狭いから、はい、あ、もう体重が動かないでしょ。はい、あの、ぶれないように。上げるときって、はい、球、じゃあ上に物を投げようかなってときに上向くでしょ。そうですね。そういう構えになるわけ、はい、球上げたいときって、はい、僕らでも。だから背骨がこうまっすぐあるのが、はい、右に傾くで構える、はい、うん、一回それで背骨をだけを傾ける、スタンスちょっと広くして背骨を右に傾ける、そう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 。これ右体重でいいんですか。あ、いいですよ。はい、これで、それで普通に振る。おー、惜しい惜しい、オッケーオッケー、おー、惜しい惜しい、オッケーオッケー、おー、完璧。なんかすごいみんなに褒められて嬉しいです。完成上がってましたね。みんな、これちなみに上げる用ですよね、うん、スイングとしては、うん、はいはい、私のさっきのこのスイングっていうのは普通かランニングアプローチ。あー、そっか、逆に上げるときは違う方がいい。ちょっとやっぱりこういうバンカーとかでもこうなるでしょ、はい、なりますなります、うん、はい、それと一緒でやっぱりちょっと膝を落として、はい、重心を落として、はい、ちょっと遠くなる、ボールも遠くなるけど、はい、自分が近づく分、はい、安定もするし、そういう構えを、はい、はい、わかりました。こうして、うん、同じ位置で振る、うん、オッケーオッケー、まあ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 、うん、うん、ちょっとダフり気味ですけど、これ練習ですね、うん、はいはい今急に肺が冷たかったはいはい、もちろん今上げて止めるアプローチを教えていただきました。あー、だからまあ1個足んないですね、僕の説明が。だからこうやってあるじゃないですか、でまあ開きます、傾けます、その時になんだっけな、ちょっと待って、今言おうとしてた言葉がどっか行っちゃった帰ってきて、帰ってきて、帰ってきた帰ってきた、帰ってきた時に、はい、みんなこっちから入れようとするからダフっちゃうんですよ、はい、インサイドから、はい、じゃなくてこう傾けた時にこう、これもアウト、これももうアウトから、はい、アウトから入れるとこれがダフんない、入れるスペースがここからだとボールにコンタクトするところがいっぱいあるから、これをこっちから入れようとするからコンタクトがないの、もうスペースが手前に入っちゃう、はい、そう、はい、でもこっから入れると、はい、フルスペースいっぱいあるから、はい、そう、これでなるべく前から、うん、あー上がる、うん、やりたいやりたいっつってね
そう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 、フルスペースができる。インサイドから下ろすとフルスペースがないからダフっちゃう。そう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 。そう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 。全然入りが違います。これだったらもうちょっと ちっちゃくてもいいですね。そう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 。オッケーオッケー。ありがとうございます。オッケーです。これでもう30ヤードはいけます。はい。ということで最後にですね、アプローチしかも上げて止める、はい、今回はですね初めてのコラボ、コラボということで、はい、ブームに来ていただいて本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でですね、このチャンネル名前何でしたっけ、ヒデチャンネルだっけ、ヒデチューブ、ヒデチューブ、ヒデチューブ全然知らないの自分でも分かってる、はい、そう、ヒデチューブさんの方にもあの動画2つ上がっておりますので皆さんそちらもぜひ概要欄からチェックしてください。谷原プロ、はい、もうシーズンもオープンしまして、はいはい、これからも私も応援してますので、よろしくお願いします。選手会長、はい、そうですね、そうですよ、はい、選手会長です、ね、忙しいんですよ、これがまたやりがいありますね、いろいろと、はい、素敵、ありがとうございます、はい、またぜひウームゴルフにも遊びに来てください、ね、またコラボできたらいいなと思います。ぜひぜひ、はいはい、今日は貴重なお時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。